代官山蔦屋書店文具フロアの YouTube チャンネルです。現在店頭では蔦屋書店10周年を記念したオリジナル万年筆のオンユアバースデーを記念して、バースデーカードが366枚展示されています。こちらはオリジナル万年筆の発売に先駆けて、先行予約のスペシャルセットがあったんですけれども、そちらにノベルティとしてお付けしていたバースデーカードの原画を描いているところです。使用している万年筆はパイロットのカスタム98の極細なんですけれども、インクの方は今回のオリジナルインクのオンユアバースデーを使用しています。クリスマスが近かったのでリースをモチーフにして描いています。鳥の部分は代官山でもよく見かける四十カラー、それから蔦屋書店は本屋さんなので本も描きました。それからリースなんですけれども、これはもう自分の記憶を頼りにリースを描いていきます。リースに何が入っていたか実はよく覚えていないので、全くのイメージで描いています。お花があったような気がします。それからリボンもついていたような気がします。それからよく実がついている植物が入っていたんじゃないかなということで、実をつけてみたりします。実際いろんなリースがあると思うので、何を描いてもハズレにならないと思いますので、自信を持って思いついたものをどんどん書いていきます。リースは円状にこう丸くサークル状にモチーフが並んでいればとりあえずリースの形になるので、難しいことは考えず小さなパーツを組み合わせていくような作業になります。パイロットのカスタム98の極細というとかなり細いペン先になるので、細かい作業にはぴったりです。はい、文字も入れて完成です。今日もご視聴ありがとうございました。